茶の伝来以来独自の歴史を築いてきた日本のお茶文化、貴族階級から武士階級へと広がり、江戸時代になると庶民にまでお茶を飲む習慣が普及してきました。お茶は茶葉と茶器が出会いようやく誕生する知恵の飲み物。今回はそんな日本茶の魅力をたっぷりとお届けしたいと思います。日本茶は大きく分けて3つが有名です。茶道にも用いられ世界的に人気な抹茶、日光に当てずに栽培し旨味と深いコクを生み出す味わいの玉露、そして日本茶の流通の 80% 以上を占め一番親しまれているのがこの煎茶です。実はかなり奥深い煎茶の世界、今回は煎茶について追求していきます。煎茶といえば霊峰富士の裾野より広がる静岡県、全国のおよそ4割の煎茶が生産されている日本一のお茶どころ。静岡では鎌倉時代から静岡茶の元祖である本山茶の栽培が始まったとされ、江戸時代には本山茶が徳川家康公御用達の煎茶として献上されていました。そして明治時代に牧之原の開拓や清水港の開港をきっかけに日本一の煎茶生産量を誇るようになりました。改めまして相沢牧です。こんにちは、オスカルです。オスカルさん、はい、早速なんかこれ茶畑のようなんですけど、はい、どこなんですかね。こちらはですね、あの静岡県の俵峰っていう産地ですね。なんか詳しいですね。実はこのブレケル・オスカルさん、日本茶に衝撃を受けスウェーデンから日本茶の専門家を志し来日、今や日本でも有名な日本茶インストラクターとして活躍しています。日本茶のプロの方が一緒だと、はい、もう頼もしいです。いやいや、ありがとうございます。でもオスカルさんから見て、はい、このあの日本では静岡って安心安全高品質のブランドとして、はい、もう一流の煎茶なんですが、はい、どういうふうに思われますか。なんといっても静岡っていうのはもう土壌にしても気候にしてももう大変お茶に合う気候というか環境、目に恵まれてる土地なんです。ではまずどうして静岡が日本一の煎茶の生産地になっているのか、そのお茶作りのこだわりは何なのか、はい、このここ静岡 の将軍御用達だった本山茶というお茶の生産者の方に話を伺ってみましょう。聞いてみましょう。はい、はい、行きましょう。煎茶の木は椿、サザン科と同じ椿科の植物で、温暖で雨の多いところを好みます。そして大きく育った日本茶は88夜5月初旬に収穫されます。適採は茶畑の広さ、栽培場所により手摘みや機械摘みで行われています。この静岡俵峰で300年以上煎茶を作り続けている望月家、その14代当主望月昌司さんにお話を伺いました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、しかしすごい立派な茶畑ですね。いえ、そんなことないとは思うんですけど、でもこの静岡が、はい、その煎茶日本一の生産地になっている理由っていうのは、はい、こういう気候とかも関係あるんですかね。地質はあの各方の本当にお茶の特徴が出る、うん、あの一番のあの要素でありますのでね、地質と気候によって本当にあのその地区の特徴が出てくると思います。で、静岡はその、まあ、お茶作りには適した天候地質ということなんですかね、はい、ここの地区、まあ、本山って言うんですけど、本山の特徴っていうのはね、あの味と香り、うん、味の方は土地 の持ってる条件に合わせますけど、うん、あの香りっていうのはね、あの朝晩の寒暖の差が激しいんですよね、はい、霧がかかる、うん、だってあの霧がかかった とこのお茶は美味しいってよく言われるんですけどね。昔からそのなんか引き継いでる栽培方法みたいなものはあるんですか。化学肥料ってあんまりなかったんですよね昔はね。で
まあ、有機質を主体にやってるんですけど、まあ、化学肥料が出てきて、なんとか作業が楽になった、うん、まあ、そういう面はありますけどね。やっぱ味を追求していくと、やっぱ有機質が主体で、あと本当に足りないとこだけ化学肥料で補っていくっていうのが、まあ、一つの栽培の方法じゃないかと思っています。作り方自体は昔から変わってはいないんですか？変わってはいません。ああ、そうなんですね、はい、栽培方法を変えず14代にわたり伝統を守り続けている望月さん。日本茶は収穫して終わりというわけではありません。ここからが重要。茶畑から摘んだ葉の香りを残し、土地の味を生かすためにすぐに生葉を荒茶と呼ばれる状態にします。荒茶とは生葉を水分が 5% ほどになるように少しずつ水分を抜き、合計4時間ほど乾燥させたものです。荒茶にするにはある秘訣があります。だいたい刈り取ってから2時間から3時間ぐらい経った葉っぱっていうのは一番いいんですよね。まあ6時間ぐらい経過すると今度形ができにくくなる。それともう一つは荒茶を作った時点でね、艶が出るんですよ。色卓って言うんですけどね、その艶が出にくくなるとかね。本当にいいお茶ってのは光り輝いてますのでね。手間をかけ作られた荒茶、ここからさらに仕上げをしなければ煎茶にはなりません。荒茶は形が大小様々混ざり合っているので、茶師が数種類のふるいを使い、何度もふるい分けをして形を揃えていきます。さらには火出し身という道具を使い、軽い葉である腐葉やけばを取り除きます。このように分けられた日本茶を加熱したり、またブレンドしたりすることで、さまざまな煎茶が作られていくのです。この荒茶をふるい分け選別する重要な作業を担っているのが茶師佐藤健一さん。手作業はやっぱ基本なので、こうお茶を見て、まあ、機械の通しっていうの、網の通しなんですけど、それを手でやってるからこそ機械で利用できることがあるので、うん、やっぱ手回しは必要ですよね。手作業は必要、うん、伝統技術を引き継ぎ煎茶を作り続けているからこそ手作業でのこだわりがあります。一個一個こういうふうに手で確認して目で見て、あとはこう手の感触、それができるので手仕上げの方が品質がいいのができると思います。このようにして農家、茶師の技術、そしてこだわりによって格別の煎茶が仕上げられているのです。望月さん、はい、農家としてのお茶への思いを教えてください。思いっていうと、まあ、いろいろな思いはあるんですけど、まあ、一番主な思いは美味しいお茶を皆さんに楽しく飲んでもらうってことが一番の目標、うん、これだけこうやっぱ手間暇かけて作られてる、ね、はい、ある意味お子さんみたいな感覚だったりとかするんですか、お茶は。そうですね、やっぱ一番茶っていうのが1年に1回しか取れませんので、その期待っていうのは大きいですね。やっぱりまさにプレミア感になるわけですかね。そうですよね。まあ、伝統ももちろんあったりして、うん、あと現在の技術とかも生かして美味しいお茶を日本の農家さんが作っていらっしゃるわけですから、まあ、ぜひともいろんな人に飲んでもらいたいですね。そうですね。望月さん、今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。日本一の煎茶生産地である静岡県の温暖な気候は日本茶の香りを良くし、茶師の熟練した技で日本茶に土壌の味を落とし込みます。作り手の思いが重なり最高級の煎茶が作られていきます。相澤さん、煎茶のブランド感について分かりましたよね。はい、はい、ただ煎茶の魅力について語る上でもう一つのものすごく大事なことが実はありまして。ん？何ですか？
煎茶はこのままじゃ飲めません、うん、煎茶を入れるための道具が必要なんです。分かったかも。ん？茶器ですか？奈良平安時代、中国から茶が輸入されてきたものの製法が分からず、それにより日本独自の発展を遂げてきた日本茶器。煎茶の茶器は抹茶の茶器とは異なり、江戸中期より一般庶民に普及されてきた手軽さが売り。その煎茶の急須について追求していきましょう。45年間茶器を扱っている茶器問屋の山寺剛さんに日本茶器の魅力を語ってもらいました。機能性ですよね。一番使いやすく消費者の方を常に向いてますのでね、素人が誰でも使えるっていう道具になってますね。山寺さんは急須の形そのものに秘密があると言います。継ぎやすさですけども、日本人の場合は横に手がついた急須っていうのが使ってますけども、横に手をつけるってことは非常に製法上も難しいことなんですけどね、それを克服していったってことがやはり使いやすさの追求で最終的なものだったんですけどね。急須はお茶を飲む道具というだけではなく、日本茶の伝統、さらには生活の中における様式美を表現してくれる工芸品としての側面も持っているのです。急須はお茶を美味しく飲む、そして楽しむための重要な一つです。これでも自分で選ぶ時のポイントというのはどういうところですかね。そうですね、皆さんこれだけ種類があると迷うんですけど、はい、一番最初によく言うのは直感ですよね、はい、一番最初にいいと思ったのはやはりいいんですよ、はい、でもちょっとこういっぱいありますけど、個人的にこれタイプですね、それ持ってみてもいいですか。いいですよ。ちょっとそれ持ってみて、以前ことと変わってるけど、すべすべ気持ちいいですね。だけどおかしいと思いませんか。いや私も今あると思う。左手の急須だ。あ、そういうのもあるんですね。本当だ。左手用の作ってある。そうだ。こうですね。あ、本当だ。ということはこっちは右手用ですね。そういうのも考えられてるんですね。今。さまざまな種類のある急須。日本の生活が豊かになっていくとともに、急須も内側の茶こしの形を用途によって変えるなど。いろいろなものが作られるようになりました。選ぶ楽しさも、ね、あっていいですよ ね、 そうですよね、いつも思うんですけども、こうやって綺麗な茶器を使うと、人生が豊かになるというか、生活が豊かになりますけど、こうやって多様化してくるとまたさらにその豊かさを感じます ね、楽しみも増えますね。日本茶を入れるための道具だと思われがちな急須、便利さは当然のことながら、和の美しさを同時に追求した職人たちの努力により独自の進歩を遂げてきました。心をも豊かにしてくれる道具、それが日本茶器です、ね、自分好みの日本茶器、はい、そして農家の方が丹精込めて作った煎茶が揃うと、あとは飲みたくなりますね。なります。じゃあ美味しい煎茶を飲みに行きませんか。行きたいです、はい、じゃあ行きましょう。創業38年、88屋にオープンした日本茶喫茶の店主の相馬正夫さん。店主の煎茶の美味しい入れ方。1、お湯を茶碗に入れ茶碗を温める。2、茶碗のお湯を湯冷ましに入れ温度を下げる。3、日本茶を急須に入れる。4、湯冷ましのお湯を急須に注ぐ。複数人の場合はお茶の温度、濃さが一定になるようにお茶を注ぐ。5、急須を揺らさず最後の一滴まで注ぎます。わー、来たー。また器も素敵。やっぱこのね、見た目っていうのも素敵ですよね。感じですね。ついに飲めますね。
飲みましょう。いただきます。今回いただく煎茶は静岡産やぶきた。香りがよく、わずかに甘みを感じられる一品。いいですか、お酒に。あ、どうぞどうぞ。すいません、いただきます。待って、あー、いい香り。ありがとうございます。はー、いただきます。おいしい、すごい、あの旨味が口に入れた瞬間にふわっと、あと甘みもあって、なんかそういうちょっとイメージ的に渋かったりとかするのかなと思ったんですけど、甘みと旨味がすごいです。そうですか。おいしい。私もいただきます、うん。いや、おいしいですねこれ。いや、もちろん旨味とか甘みもあって、ただそれにまたなんか香りのパンチっていうか。 ありがとうございます。煎茶を入れるときには水選びも大切なポイントとなります。軟水が日本茶には向いてますね。軟水の方が甘みが、コクがよく出る。硬水ですと香りは出るんですけど、旨味とか甘みはあまり出ないです。だから海外ですと軟水のミネラルウォーターを選ぶのが一番いいんじゃないかなと思いますけど。お茶の美味しさは水だけでなく、お湯の温度、さらには抽出時間なども関連してきます。お茶っていうのは苦味と渋みと、それから旨味のこう3つのバランスなんですね。温度を低くしてあげると、こうゆっくり旨味が出てきて苦渋が出ないんです。これ、うん、2煎目っていうのはどういうふうにやったらいいんですか？2煎目からちょっと自由でいいんですけど、うん、まあ、うちのやり方としては、ここにお湯を入れていただいて、少し冷ましていただいて、湯冷ましですね。そうですね、湯冷ましですね。でちょっと待っていただいて、ここに急須に入れて、それでゆっくり出してください。オスカルさんのこだわりっていうのもあるんですか？あると思うんです。もしあったら自分の好みの入れ方見せてください。湯冷ましはしますけど、結構なんていうんですか、お早めにまた高いのが、温度が高い方が好き。そうですね、若干、まあ、高めの温度で入れることにしてます。っていうのはちょっと渋みのパンチを求めてますんで。うん、はい、同じ2煎目でもその温度とかによってまた味が変わるわけですね。温度とか急須の中に入れてる時間でも変わりますね。うん、へー、面白い。いいですね、まあ、自分好みの入れ方っていうのを見つける楽しさがあるとですね。うわ、じゃあちょっと2煎目、はい、いきます。うん、あ、でも香りももう違う、さっきと。うん、味も違う、なんかグッと強くなりました、お茶の感じが。飲んでみてください、はい。なんか1煎目は旨味と甘みが強くて、はい、まあ、柔らかいお茶だったんですけれども、今度また、まあ、男らしさというか、なんかそういうちょっと強いところが出て、でまあ、そして、まあ、自分の好みに合う入れ方というのを見つけていく、はいはい、この楽しさもありますよね。いや、ものすごく楽しいですね。実は1煎目、2煎目とその都度味が変化するのが煎茶の楽しみ方。品種によっては5煎目まで味わえる煎茶もあるということ。おすすめです。いや、本当日本のお茶ブランドの魅力、そして煎茶の魅力っていうのが今回改めて知れて、なんかやっぱこの丹精込めて農家の方が作ってくれた煎茶っていうのは、なんかこの何気ない時間をすごいなんか幸せなひとときにしてくれるものだなっていうので感動しました。いや、感動しますね。日本の煎茶ってやっぱり、まあ、いろんな魅力があって、もちろん味と香りがあって、でそれにまた文化があって、あといろんな入れ方とかいろんな楽しみ方があって、でしかもお茶が育てられてる美しい風景を見るとさらにその良さ感じます。いや、本当でも魅力がいっぱいありますね、はい。でも煎茶の入れ方とかも教えてもらって、はい、あ、簡単に入れられるんだなっていうのは分かったんですけど、はい、なんか他におすすめの飲み方っていうのもあるんですよね。はい、実はあります。お、
こちらなんです。これは何ですか？これは水出しのお茶ですね。あの美味しい軟水とお茶の葉、あの煎茶さえあれば誰でも美味しく入れることができます。日本茶の最も簡単な入れ方です。しかもお水を使うとあんまり苦味とか渋みとかが出なくて、どちらかといえばお茶の甘みと旨味がたっぷりとれます。ちょっと飲んでみたいです。はい、じゃあ飲んでみましょう。いいですか？はい。ではいただきます。はい、あ、すごい、水出しでも香りすごいしっかりするんですね。はい、いただきます。あ、本当でも私結構見た目の色で渋みとか出るのかなと思ったんですけど、はい、あんまり出ないですね。うん、飲みやすい、すごく暑い夏の日とか、うん、まあ、別に冬でも美味しく飲めますけれども、うん、まあ、一番いいのは煎茶の入れ方がちょっと難しいと思えば、うん、まず水出しで入れておけば間違いなく美味しく入れます。日本茶の中で最も親しまれている煎茶、ここには日本の歴史が詰まっています。先人たちから受け継がれる技術の数々、味へのこだわり、そして煎茶に対する思い、これらすべてが凝縮された煎茶は日本文化の結晶の一つです。まだまだ日本茶は奥深く、そして興味が尽きない世界が広がっているのです。次回はお茶の可能性をさらに深く広げていきたいと思います。はい、これでもどんな出会いがあるんでしょうね。いや、私は新しい出会いができることを期待しています。で、あの次回なんですけど、何でも最高級の抹茶がいただけるらしいですよ。これも楽しみですね。楽しみですね。今日はオスカルさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。